ナンバーアンダーラインアイライブ T シャツのデザインがやばい。メンバーの顔が。背面にジャパンと書かれたバージョンやデニム聖地を使ったユニークな一枚など未来の可能性は無限大です。新たな風が吹き込むようにナンバーアンダーラインアイのライビーツアーのために発売された T シャツがファンの間で大きな話題となっています。この T シャツには3人のメンバー、平野翔ガン太。 神宮寺由太の顔がプリントされており、そのデザインはヴィンテージロック風という、少し独特でありながらも魅力的な要素を持っています。ファンたちは、この T シャツに対してどのような反応を示しているのでしょうか。そして、そのデザインにはどのような意味が込められているのでしょうか。今回のナンバーアンダーラインアイの T シャツは、一見シンプルなヴィンテージ風デザインのように見えますが、そこには深い意味と戦略が隠されています。 ファンたちの声からも、その意図を感じ取ることができます。海外のロックバンドのように、アーティストの顔がプリントされた T シャツは当たり前との意見もあるように、この T シャツはあえてそのトレンドを取り入れています。海外のロックバンド、例えばキスやメタル系バンドの T シャツは、彼らの顔が大きくプリントされていることが多いです。ナンンバーアンダーアダラインアイの T シャツもその流れに乗って、グローバルな視野を持ったデザインとして作られています。 このデザインの選択は、彼らが日本国内だけでなく、世界に向けて羽ばたこうとする強い意志を反映しているのです。ファンたちの反応を見ると、伝説の始まりだ、と喜びの声が上がる一方で、顔つきの T シャツは少し恥ずかしい、という反応もあります。しかし、その一方で、10年後にはこの T シャツの価値が爆上がりする、という期待感も漂っています。この T シャツは、 ナンバーアンダーライン愛が新しいステージへと進むための象徴ともいえる存在です。ファンたちはその未来を見据え、私たちが世界に押し上げるんだ、と、グローバルな成功への一翼を担おうとしています。あるファンは、買ってみて、彼らが世界に羽ばたく日が来たとき、その価値がどれだけ上がるのか楽しみだ、と語っています。まるで、時間をかけて熟成するワインのように、 この T シャツもまた時が経つほどに価値が高まるのかもしれません。では、この T シャツが単なるファングッズで終わるのか、それとも何かもっと大きな意味を持つのかについて考えてみましょう。日本のアーティストが自らの顔を大きくプリントした T シャツを販売するのは珍しいことです。特に、それがヴィンテージロック風のデザインであることを考えると、これが何を意味しているのか考えさせられます。一部のファンが指摘するように、 日本初のアーティスト T シャツがが少ないといとう現状がありますこの T シャツは、そのギャップを埋めるための第一歩なのかもしれません。日本文化の独自性を持ちながらも、世界に向けてのアピールポイントとして、あえてこのデザインを選んだのかもしれないという新たな視点も考えられます。ナンバーアンダーライン愛がこの T シャツを通して世界に発信しようとしているメッセージは、私たちはここにいるという自己表現と、 日本ののアーティストとしての自信です彼らの顔がプリントされた T シャツは、ただのデザインの一部ではなく、彼らが未来の世界的アーティストになるという夢とビジョンの現れです。この T シャツが今後どのように育っていくのかは、ファンたちの手にかかっています。彼らがこの T シャツを着て、世界のステージでナンバーアンダーライン愛を応援することで、その価値がさらに高まるでしょう。ファンたちの中には、ワールドツアーにも着ていきたい。 という声もあり、この T シャツがグローバルな視野を持つファンと共に新たな物語を作り上げていくことが期待されています。しかし、この T シャツの人気が爆発的に高まる一方で、新たな疑問も浮かび上がってきます。例えば、この T シャツが10年後、あるいは20年後にどのような意味を持つようになるのか、という問いです。ファンたちはその時に、私はこれを持っている、と誇れるアイテムとして見ているでしょうが。 果たししてそれはどののよううな形でで実現するのでしょうか。また、ナンバーアンダーライン愛がこのような挑戦を続けることで、他の日本のアーティストも同様の道をたどることになるのでしょうか。彼らが世界に通用するための新たなスタンダードを築くのか、それともこれはあくまでナンバーアンダーライン愛だけのユニークな戦略なのか。このナンバーアンダーライン愛の T シャツは、ただのファングッズにとまらず、新たな文化の交差点であり、 世界へのの挑戦の象徴ですファンたちがこの T シャツを通じて感じる喜びや期待、そして未来への夢は、ナンバー・アンダーライン愛がこれから先も成長し続けるためのエネルギーとなるでしょう。この T シャツが描く物語は、まだ始まったばかりであり、その先には無限の可能性が広がっています。ファンたちと共に、ナンバー・アンダーライン愛は世界へと飛び立つ日を待ち望んでいます。 この T シャツがこれからどのように進化していくのか、ファンたちの手によってどのように新たな価値を生み出すのかは、非常に興味深いポイントです。ヴィンテージ風のデザインは、ファッションとしての汎用性が高く、普段使いからライブ会場での応援、さらにはフェスティバルや旅行など、さまざまなシーンで楽しむことができます。また、ファンの中には、世界ツアーで来ていきたいという意見も多く見られます。これこそが、 ナンバーアンダーライン愛が目指す世界に羽ばたくアーティストとしてのアイデンティティの一部であり、ファンがその夢を共有し、共に歩んでいる証拠です。さらに、こうしたファッションアイテムとしての T シャツが世界の舞台で話題となれば、日本のファンカルチャーが国際的に認知される一助となる可能性もあります。ファンたちが期待するもう一つの要素は、レア感、すなわちこの T シャツの将来的な希少性です。今後、 ツアー T シャツがどれだけ生産されるかは不明ですが、現時点で手に入れたファンにとって、それはすでに、伝説の始まりとして語り継がれる特別な一枚です。例えば、数十年前に限定生産されたロックバンドの T シャツが今や高額で取引されているように、ナンバーアラインアイの T シャツも10年後、20年後には同じ道をたどるかもしれません。もちろん、これは単なる推測に過ぎませんが、 ファンたちがこの T シャツをどのように大切に育てていくかが、その未来の価値を決める鍵となります。この T シャツの物語は、まだまだ続きます。ファンたちが集まり、T シャツを着てイベントに参加することで、ナンバーアンダーライン愛の名前をさらに広める手助けをするかもしれません。あるいは、ファン自らが T シャツのデザインにアイデアを出し、新しいバリエーションが生まれるかもしれません。例えば、背面に、 ジジャパンンと書かれたバージョンや、デニム聖地を使ったユニークな1枚など未来の可能性は無限大です。もしかするとナンバーアンダーラインのメンバー自身が新たなデザインに挑戦しファンとの共同プロジェクトとして T シャツを再定義する日が来るかもしれません。これによりファンとアーティストが共に創造する新たなファッション文化が誕生するかもしれないのです。ナンバーアイの T シャツは単なるファッションアイテムにとどまらず ファンンカルチャーーに新しいいスタンダードをを打ち立ててる可能性を秘めています特に日本のアイドル文化がますますグローバル化する中でこうしたユニークな取り組みは日本独自のファン文化を世界に広める一つの手段として大きな意義を持ちますファンたちがこの T シャツを着て街を歩けばそれは単なる服ではなくナンバー,ア,ンダーラインアイというアーティストの一部としての役割を果たすことになりますそれは 日本の音楽やファッション文化を知らない人々に対する絶好の話題提供者であり、さらには新しいファンを引き寄せるきっかけともなるでしょう。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、この T シャツを通じて何かを訴えかけているのかもしれません。それは、私たちはただのアイドルではない。もっと大きな夢を持っている。というメッセージです。彼らの挑戦は、ファンに新たなインスピレーションを与え、共に歩むべき未来を示唆しています。 ファンたちの熱い思いとともに、ナンバー・アンダーライン愛はこれからも成長し続けるでしょう。彼らの T シャツが、ただの一枚の布ではなく、夢や希望、そして新しい文化の象徴としてその存在感を強めていくことを期待せずにはいられません。そして、その物語を一緒に作り上げていくファンたちもまた、ナンバー・アンダーライン愛の冒険の一部であり、共に新しい未来を築いていく存在であることは間違いありません。 結局のところ、ナンバーアンダーライン愛の T シャツは、彼らの音楽やパフォーマンスと同じように、情熱と可能性に満ちています。この T シャツを着ることで、ファンたちは彼らの夢を共有し、その成長を見守り、時には自らの手でその未来を切り開いていく力を感じるのです。T シャツ1枚でここまでの物語を紡げるのは、ナンバーアンダーライン愛の持つ力と、彼らを愛するファンたちの深い結びつきのおかげでしょう。 これからも、この T シャツが多くの思い出とともに、ファンとともに進化し続けることを願っています。そして、その先には新たな伝説が生まれることでしょう。